2on2 早稲田です。2on2 早稲田です。2on2 早稲田式で先鋒戦と先鋒戦をやった後は勝敗に関わらず大将 VS 大将の試合となります。早稲田式なので皆様よろしくお願いいたします。さて、つうわけで今日は22名11名、まあ、普段のサードの大会に比べたら圧倒的に人数が多いですが、やっぱね遠征が来ると違いますね。本当遠征が来ると違います。ありがとうございます。たくさんのご参加ありがとうございます。マジで腹が通ってます。というわけで今日はガチサード勢から黒人さん大好きチュッチュ愛してるみたいなプレイヤーまでたくさん来ていただいておりますが、まずは影響体リブロスカッコカリーバーサス鏡に映った早尾のギガス情けないようでたくましくもある。これどういうところ元ネタあんの。早尾と一緒に行ってた鏡に映ったってどういうこと。おっと先方はしかしリブロスカッコカリーカッコカリのレミーということはサトゥーさんですね。今日はリブロスカッコカリーとリブロス後方というリブロスチームが2つもある。本当ありがとうございます。ありがとうございます。はい、最近リブロスではカオスコードみたいなゲームも流行ってるらしいんですけどどうですか。アチョではなんやろ、こっそり練習もできないぐらい流行ってますけど最近。しかし猫の日の後ろで吠える。これだけできつい。猫の日の後ろでワンターレンが吠えてるだけ簡単。いやでもワンターレンさんまだね煽りとしてはね 1.5 流やからな。このねまたね黒人さんいじるんやけど、このね黒人さんのね団体戦でのね声出しがねやばい。この黒人一人の声出しだけで3人分のパワーあるんちゃうのと言って俺は黒人3人に来て言ってますけど、すごくない、声出しだけで3人分のパワーあるんちゃうのって思わせるみたいなね。先方は猫の飛行機ワンターレンヤン。さて B 兄弟決まっている。まずはダントリー大一郎レミーダントリーはちょっときつかったかみたいな。星取りです。星取りなんで次は大将戦になります。大将戦小玉ユリアン VS ワンタレン。おっと前ブローから始まるユリアン。これだよサード勢できるわってやつでしょ多分。でも下段からはいはいはい中継、そして天心どう考えてもノーヒット確認でしたけどね。大事なのワンダーレン J 大系から3発4発投げ外す。 J 大系今のはさすがにチュピー、おーい、来ちゃったわ、はい、はいはいはい。おっとここは2回ステップできない。 J 大系体力リードはユリアン。台からのファルコンから中継、はいはい、下ガードブロれない、打点が高い、しかしはい投げ実勢熱波から中段、おいしいし、何が何の折りやろ。さて第3ラウンドどうすね、中ビ前ブロー、おっと中段になるだと、中ビ相打ち OK か、アッパー間に合わない、ジャグジャグ、はいはい。さて B 兄弟決定戦ですね。 OHO さんと HT さんの決定戦です。たまに見る体験ですね。これスカ天使、これうまい、スタンまで A 兄弟勝ったのは、というわけで、早尾のギガス、鏡に映った早尾のギガス情けないようでたくましく、さてまずは先方戦ですね。リブロス後方 VS アッセンに、先方は渡辺健 VS ビグレート健、これ B 兄弟決まっている、勝ったら健というわけで HT さんが勝ったということはアッセンの3が勝利です。 B 兄弟では5648、はい、チーム5648、殺し屋チーム殺し屋、はい5648いますか、はいはいはい、います、はい、いました。では対戦相手ケルナグール、はいお越しください、わかりやすい、はいはい。じゃあ代表者はじゃんけんして 1P2P、 じゃんけんして 1P2P を決めてください。
じゃんけんして 1P、2P を決めたら分かれてください。 1P、2P 決めたら分かれてください。これこれこれがこれが本当のチームメイトの子供煽り、マジやばい、すごいでしょ本当に、これマジ学びたい。あおりに行く、相手サードで上がれて、あおりに行く、 1P、2P 分かれてください。このビッグレッド剣めっちゃうまいんやけど、え、うまくね、うまくね、なんか最近ヤフチョでよく見るんですけど、ビッグレッド、対戦してるときは喋りません、黒人さんは。対戦してるときはね、そのね、目つきとかね、そういうものはやっぱり見たいですね。トッププレイヤーの、トッププレイヤーの姿勢っていうのは、いろいろ学べるものがあるんで、やっぱり。うん。まあこれはダトリーなんでしょうがないですね。ダトリーなんでしょうがないです。さて第2ラウンド、いやでも本当にダトリーはしょうがないところがあります。一発当てたら、あい、中足からデンジが決める。ドリル、ここは立ち回っていきたい。下ガード、だから黒人も無理はしない、ゲージがあるから触ったら殺すよみたいな、そんな落ち着いた立ち回りを展開する。タイミング投げて、ここは上、中盤の確認、これがうますぎると思うんですが、俺どうなんですか。ダート、ダルゴク、そしてもう一本ダマが、おっと出ない、投げは抜ける、だがもう一回、いやーそっち、そっち、すげえ勝ったのアセニー。行きましょう、一位屈折対決。この絵、こいつよく言いよるみたいな。ふっかけてきた。さて、まあ、先方戦、これちょっと面白そうですね。第1ブロック1位決定戦。アッセンニー VS 鏡に映った早野ギガス。情けないようで楽ましくもある。先方、ビッグレッド VS 猫の日。だが、このビッグレッド系、かなりやりで。かなりやりで。だが、カプコンプレイヤー、後者。おっと、B 兄弟、まず、チュンリー。チュンリー、チュンリーチーム、殺し屋が先方。おい、お前チュンリーふざけんなみたいで中が飛んでいく。さて先方戦、まず第1ラウンドは猫の日ゴーキー、あの猫ゴーキー。第2ラウンド、開幕のよくわからん昇竜を投げて画面足、大 P ガード差し込んでいく、タッチ受けに前線ジャクジャク、おっとまさかの投げ、さらに投げて、何が見えているんだ、中継間に合う、勝利間に合う、からの灼熱、おーっといい読み合い、灼熱しながら台形、灼熱中足、ビッグレード前に出る、いやー差し返せず、ここでまさかの滅殺ゴーハド、あたり集中。さていきましょう、対象戦、黒人 VS ワンターレン、ダッドリーヤン、まずはゲージがない状況、これは相当ダッドリーが有利だと思うんですが、まずはブロで解決だが、大 P 上上ブロ、着地ブロ、さてハイホイ先に決めてワンターレン、画面足下段一発止め、 J 中 K、 J 大 K、 3発止め、転身ゲージがないんで、いやあるけど使わない、おっと前投げだけ間に合わないが、繋がらない勝負のカニ、これは通らず、第1ラウンドワントレン、第2ラウンドこのまま行くのか、ゲージが溜まってからここからです。6中継入っていっただけ、投げ通る、中足、さて B 兄弟はチュンリーが勝利、殺し屋チーム、殺し屋が勝利、あー終わる、投げしけー、勝ったのはワンターレン。さて鏡に映った早野ギガス、鏡に映った早野ギガス1位通過、2位決あります、もう1試合あります、ありますまだあります、2位抜けあります。さていきましょう、リブロス身内戦、どっちがどっちや、ワンピーガーが
1P側がリブロスカッコ仮、先方は佐藤のレミ、 2P 側がリブロス後方、先方渡辺健。さてリブロスの何を後方していくのか。リブロスに行ったらこういうユリアンがいるからみんなでおとなしくはめられてねみたいな、そんな感じなのか。逆か、投げて、おっと橋投げだ。強気昇竜、投げ暴れにしか勝てないような強気昇竜。さて大力リーダー、うまい勝負の中足だったがさすがに通らず、まあどうせ投げてゲージ溜まるから投げてもいいよねみたいな。第1ラウンドはサトゥレミ、レミの技名はねいいですね、本当通常技の技名まで全部覚えてないんかね、僕画量転生を書くんですけどね、はい、冷たく青いルグレーとかね、ベルトの残光とかね、本当なんだろう、僕の中二心をくすぐります。さて投げて、ここは小足で止める大ゲー、どう動くか。体力リードは渡辺健、橋が見える、めんどくさそうだが、さてここは画面足で追いながらこのプレッシャー、しかし第1位陣内前風呂強気、ジェイジャキはスカール、中足はガードのみ、優しさ、中ピーダッシュ投げ、ゲージ温存、一時第3ラウンド前風呂きっちり前捨て投げ、さあここからライン投げで返らされた、大変だ、中ピーからウッド確認無理、いや一打、しかしここはステップに中足信頼置いてある、めくり中大はガード、ここから飛んでいく、一旦離れてルグレー、移動出ない、逆に投げてラインは中央、ジェダイゲー先端小足で止める、リードはレミ、サトゥ渡辺ゆっくり近づくが、ここで前ステップくぐり投げ、ラインが上がるよ、やったね、ルグレー取れない、ここからガードガード、ジェイダイケ早出し、ここもガード、サトゥブロック、渡辺詰める、ゲージはある EX から、あー漏らしちゃった、だがさすがにチューピーサマーまで、サマーなんでしたけど、そこはまあ中二が好きな男としてはね抑えておきたい。さてリブロス、リブロス身内戦、対象戦はユリアン VS ネクロ、小玉ユリアン VS AKI アキネクロ、まだ画面足のマウント、投げでの入れ替え許しません、このマウント状況は長く維持したいが、中段当ててドリル惜しい、二打目ヒット、投げ抜けるグラスしている、上から JDK からスネーク、そういう最悪。さて B 兄弟決まっている、チュンリーがザクッといった、勝ったら殺し屋、第2ブロックはまずは1位通過殺し屋、チュンリー行きましょう。2決1戦目、ケルナグール対アッセン4、矢上龍さん、大江千代さんのチーム、はい、ケルナグール、あれ、はいはい、ケルナグールいますか、ケルナグールどこ行った、あれ、はい、ケルナグール、はい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 、2決の1戦目です。じゃあ代表者じゃんけんして 1P2P を 1P2P を決めてください。アセン4、はい、 1P2P を決めてください。なんか見たらすごいな、当たってた。さて B 兄弟です。ダットリー龍です。さてじゃあ先方まったり決めて座って試合を始めてください。 A 兄弟は1時、まあ、とりあえずスネーク出し切って入れ替えて、ゲージがないんで何もなくて、このマウントの立ち回り、ダイビーガード、うわっ、おっと、二発目のみ、はい、もちろん当てて中足まで投げ抜ける、ここはさすがに通せない、うわー、おいしい、バイトから、うわー、すごい、膝で逃げる、出なくて、まだわからない、タックル警戒しながらの動き、だが前捨て投げが反応できず、エイジスルフレクター巻き込んで、
小足のみ、まだあるか、まだ一瞬で終わらせられる、ネグロ。うわー、さすがにね、スネークに噛み合わせていきます。というわけで勝ったのはリブロス三内戦。まずはこのビッグレッド剣、なかなかできる系のビッグレッド剣に対してリブロスカッコカリ、出てくるのはサトゥレミ、2決定戦。リブロスカッコカリ VS アセニー、先方はサトゥ VS ビッグレッド。ビッグレッドでかい、説明不要、ビッグレッド小足投げは届かず、投げはおっと擦って、ラッキー。中継からルグレ、大ルグレ、小足、中足、おっと移動投げで投げ返す、 JYP ブロスルー、投げから、はい、剣のターンあるよ、あるか、ルグレで突っ込んで、おっと終わりました、似たで、はい。それでは8いきましょう。2位決定戦です。ケルナグール対アッセンさん、ケルナグール対アッセンさん、フォアさん、HT さんのチームです。2位決定戦です。ケルナグール対アッセンさんやります。お越しください。はいはい、前ちょっとこっち来ていただけますか。はい、では代表者の方、じゃんけんしてワンピーツーティーを決めてください。さて、A 兄弟第1ラウンドはサトゥレミ。まあ僕はね、冷たく青いルグレという技名を知ってるだけに、元レミ使いなんでレミを応援したくなるんですが、さてビッグレート大ルグレート、おっとマシリン EX、 おっとサマーうまい、だがこれ当たらないんですよね。 J 中継正解は移動投げ、ニュートラルからサマーの追撃、大勝利、心が強い、小足止めていく、 EX ベルで当てて中盤、ルグレガードからしゃがみヒットからの EX 勝利、ここも心が強い。いやー、ビッグレッド、ビッグハートを持つ男、これで 1-1。 第3ラウンド、チューピーガードからこの立ち中継がなかなかいい味を出している。ルグレガード、大ルグレ、あの位置は五分かな、おっと投げすかり投げて無理はしない、大足、小足、中足、送らせていく、中足、これはブロ狙い目、中継中継、サトゥがラインをキープしながら立ち回っていく、なかなかビッグレード、しかし警戒しながら警戒しながらと見せずに上がっていく、小足投げる、さてマウント、中来陣来、逆転をした、ここからジャグジャグジャグ、リープクスカリー、サトゥ押し返したい、ルグレ、これはゴブフレなんでマイナス2なんで抜けが間に合う、投げて移動投げ、抜ける、中央に戻る、まだあるが EX ブロー、ゲージ OEC からの移動投げ、そしてスカ投げ、ここはお手本のようなレミの立ち回り、まずはサトゥレミ、いきましょう大将戦、児玉ユリアン VS 黒人ダットリー、なんかフルツワモノダットリーは全員ピンクカラーを使ってるみたいな、そんな印象がある。さてここやったか、エイジス大パンタックル大ピー、おっとアバがカニ、これがブローで若い、投げて大ケ大ピー押し返す、ワンチャンはあるが、うーん、おっ第1ラウンド、ユリアン、おっとおっと、ここで1ラウンド取ってちょっと拾っている言葉、第2ラウンド中継、中 P でヘッド、カニテイク、天才カニガード、コパのみ、ちょっと漏れたところヘッド、玉エイジスからここは下段タックル、ダイビーからの、おっともう1回ワンマン設定からの効果、相打ち、これは相打ちを選択、投げて、さてバウント、釣られない釣られない、ダイビー、アッパーうますぎるやろ、あーっとここも釣りプレー、安全に安全に殺しに行く、第3ラウンド、さてここでワンターレ、黒人に勝って滑りが、ね、滑りが良くなってきたが、口がアッパー一発飛び、すげえ飛び狙ってんのか、 60B このヒット確認がたまらん、多分2発目だけヒット確認してる、やっ
中段、はい、2枚目が来る、さあどうだ、中段どう、黒人オーラーからのガリーえっこれは少年バーレミーダトリー決定戦、サトレミー VS 黒人ダトリー、うわいきなり6代 P、 さて B 兄弟決まっている、 B 兄弟勝ったのはケルナグール、2位通過ケルナグールとなります。B 兄弟は手が空いたら設定戻します。 B 兄弟設定戻します、少々お待ちください。それで大事なのカニが通る、中 P 昇竜移動投げは届かないだと、で投げに行ったのはダットリー、ルグレ読んで大 K マシンガンカニ、マシンガンカニマシンガン、さて中中でゲージ食べてバラ壊しからのダッシュアッパー、ダッシュアッパーダッシュ EX アッパー、大事なの国人マジかよアッパーカット、やばい黒人若いからのダートコーク、カニガード、さてきついか、バラダートガードした、でここ金弱形になったところ下風呂、勝ったな黒人、というわけで抜けていったのはネシカの奪い合いが勃発するが、先方はモミヤマ VS ノーヤン、チュンリー VS エレナ、ここはメルブナサード勢として、モミヤマメルブナサード勢の騎手の一人としてなんとかエレナにはなんとかしたいところだが、まあでもモミヤマですからね。ここまではノーヤンがうまい、相当いい立ち回りをして下がって下がってチュンリーの脅威をいなしていく、6台4台系6台系を多用、中足4台系差し込めない、さすがに無理か、大 P 一発当てるが画面足まで来た、大足そして出し投げ、エレナとかノジアイおらんしみたいなモミヤマの言い訳が聞こえてきそう。第2ラウンド、ここから J 弱中、そういうターゲットボードもありますね。さてゲージが溜まったモミヤマ、大 P ラインを上げてこっからだ、ウルボロブローした、あ投げて入れ替える、もちろんしょうがないですね、中大で落として気候圏、守備のいい優しさ。さてここ大ゲー、まあ、もちろんブレイブダンスなんで中 P 確認はしたいところだが、体力は5名大ビー差し込む、出し上げ早いマレットスマ、おお空中ヒット、さすがに難しいが前ブロー投げて入れ替えて B、 あれ、さて大ゲー釣れた、見事に釣れました。はい、早稲田式なんで、ここで、次、大将バーサット。さて、行きましょう。大将戦。こっからが、トンボバーサスデモブラゼ。バトファンバーサスデモブラ。これが本命の対決。ヤンバーサスエレナ。ヤンバーサスエレナ。これどうなんすか？エレナ使い他にも一人いらっしゃるんですが、あんまり聞いてない。聞いてないところは見てもいない。エレナ有利？ワンターレン今がエレナ、ヤン有利、あ、なるほど、はいはい。さていろいろあったところで天津選球台当てて通常投げ走り寄せる。さて今日はデモブラの大会に来たデモブラ勢、記念参加みたいな感じでサードの大会では出ていて、あが、ここは試合巧者トンボが体力リード、おっと投げてワンチャンス、大剣ガード、ここ難しいが、うーん、破産の方が早い、雷撃っすか天心。第1ラウンドはトンボ、第2ラウンド大ピンから投げる、きっちり昇竜、ジャッケ中継、中間距離当たらない、微妙な前の取り方、雷撃から前歩き投げからのリープ、これは繋がらないんで確認、しかし天心はいほい、おっと色投げ抜ける、ここから大ゲ投げ上、雷撃早い、投げる勝負に出る、中ピーガード相打ちからはいほい、
ガードしている。まさかの暴発。ノヤン見ていきましょう。対象戦、ごめんなさい、決定戦、トンボ VS ノヤン、ヤン VS エレナ、4大ゲーだが、ここは前捨てに中足灯籠から、おっと灯籠刺さらないところ、大足、ここはうまい大ゲー、前捨てジャッケー中ゲード、うざくいく、ジャック手合い、マルチスマッシュ、ブロッタが間に合っていない、ダイレクトリーノーヤン、もちろん確定で投げて様子見、空風呂様子見から胴を差し込んでいく、スラかわしたが確定しない、ガードガード我慢して、最後はやっぱり大 K、 4大 K を差し込んでいくお仕事、第1ラウンド、第1ラウンドノーヤンですよね、やっぱり4大 K ですよね、足払い K には異様な強さが起こる4大 K、 まあもちろん6大 K もあるんで前取りが難しい、おっと大ケ発生前に投げて、ここはチュンリーとは違うところ、 J 中継中 B か、大ケ前ブロー狙っている、リターン取れる技が全て前ブローで取られてしまうのがエナのきついところ、小足から投げ抜ける、大足ガード下ブローなら間に合わない、ここは EXI ホイ飛びが通る、トンボ取り返して 1-1、 さての第3ラウンド、大ゲー、おっとブロ投げ、マレット釣れたが1ヒット、マレット入れ替わる、投げていったトンボからの、うーん勝利、強くいく、うおー逆二択、中大からのターゲットコンボ、トンボ取り返して、ノヤを投げ暴れ、大ゲー雷撃投げる、めり込んだ、投げは色投げだが、もう一回大ゲーガード、さあどうする、結構簡単なお仕事になっている、行くしかない、マレットスマッシュ、勝ったのはノーヤンということで、圧戦1が 2-1、 まず圧戦1が2勝利、まあまあダッドリーの怖さを教えに行くでしょう、チームダッドリー、またのダッドリー、まず大 K に大 P を差し込んでいく、なかなかうまい、発見、これこれこれがあるんで、大 P の振り方も丁寧に丁寧にいかなくてはいけない、チュンリーが、おっと漏れて、大 P ブロー、 60P からだが何も来ていない、中間距離小足で止めながら下ガード、はっけー、これよく見ていた、ほいよく大大様子見、中 P からラッシュにかかる、これはガード、6だけ投げ抜ける、投げて、さて始まるか、ダート、コーク一回成功、バラ 60P ガードしているが投げ暴れ、第1ラウンドはもみ山、第2ラウンド大抵マシンガンカニアッパーカット4割、 60P から投げる、ユニフレームでかすぎ、バロさブロしたが何も起きない、ブローから 60P 確認コーク、ダードガードだが投げてバックスイング、ガードしたが EX ジッパー、画面端のマウント外しません、またの取り返す、いちいち第3ラウンド開幕、カニは届かない、やってしまった、またの美味しくいただく、カニ指導3割強、大ケ相打ち、ダートコーク見逃しません、ババカニうまかった、カニきっちり3発決めてダックアッパーまで、あートンボくんかみたいな、もう風格漂うラロッカユー、トンボ VS ラロッカ大将戦、ヤン VS ユン、2発打ち切って中足まずけダウン1回成功、おっとつながらない、バトファンのやりすぎか、でだけ鉄弾から中足無責任発動から、まだ中段ブロしたけど、まあまあまあ芸人ですから、おっと落ちた、さてラロッカさんも他だけどね、やりすぎなのかなことないか、運が悪かった、鉄さんこの技の選択、この柔軟な技の選択、さすがのラロッカ、第一弾のラロッカイユン、ほんますごいよ、ああいうところでああいう当て方をできるのはすごい、ファンタジーを感じる、さすがラロッカさん、おっと前ブロ、トンボ強気前ブロからのワンコン、おっと
守備当たっただけ、投げて、はいはい、3発止め、うん、マウント逃さない、逃れたところ中継でちゃんと実利を取る、来撃から転身 EX、 ドットは、うん、遅らせ、だいぶ遅らせて下がって中足、トンボ取り返せ、11第3ラウンド開幕は何もしない、次長から投げて、でこの必勝体勢で現役人移動投げ、1回ガードからの移動投げ、おっと休め、打開が出ない、だがこれでもこのリード来撃しなくて、来撃を中継、地形乱択リーチ、天心遠ざない、グラで逃れて、いやーぴったりゲージ溜まっちゃったか、きっちり裏表見ながら残った、投げ抜ける、まだワンチャン、さあどうする、ゲージ溜めながらラノッカ下がると思いきや、いやー来撃スカ投げ、ちょっと胸を撫で下ろした、 2-0 ダッドリーが勝利、チラ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 、エレナ使いからもダッドリー使いからもいまいち反応がない、ねえだろなんか台形を押してるだけでダッドリーが全て解決しそうな匂いがする。さてそんな感じで1位に決定戦大胆ブロック、ノーヤン VS またのエレナダッドリー、うまい中 B から補正切りながら、これはブローできない、ダート投げてバックスイング台形、さてここだわ、どういう殴り合いをしなくてはいけないのか、エレナは足元を買ってくる罠がダッドリーにはないので、頼みの綱の大 KK とは通らない、大 P 当てていく、この技があるのか、空対空大 P 様子見、相手の飛びを誘いたいが6中継、マネットは一発のみスライディング、バックスイング届かない、ゲージがないで狙えることも少ないが、中足削っていけない、これはワンチャンの匂い、ブロー、あーっと間に合わない、前ブロー、チュビア空中マネット、せやね、さてどうする、チュアシー、いやー交互でいきます、ここまでは遊ばせといてやったが、ここで削っていこうみたいな、第一ラウンドまたのダッドリー、第二ラウンド、第二ラウンドやはり要所要所で台形を振っていく、またのダッドリー、マネット空中ゲージがないんで、スピンサイズコパンいて、中足どうすんのこれ、ラインは上がっているができることが少ない、エレナは台形が怖いんでそうそう技を置けないし、中足そこをそう簡単にはダトリーはラインを上げさせない、ノーヤンのエレナだがここで上がってきた、だからリープめり込んでマネット削っていく、つうかもうダトリー側がしゃがむ必要がないんがやばい、中足大ピー大ピーと、おーっとくぐっているカール、これうまい、またのそろそろ行きたいが、ダイビーブローバックスイングはコパン型で最後中足、シャバクラ長かったですねほんまに、今の11第3ラウンド、マレットスマッシュ、マレットスマッシュ、中 P は2段技マレットスマッシュで半分、びっくりする、さてゲージを食べながらノーヤン下がる、下がると見せかけてどこに来るのかな、マレット投げ、スカイリープコーク、さあできたマウント、ついに来たジャグヤコーク2回成功、体をダート、ゲージがない、体力5分、バレット投げられない、移動投げが出なかった、さあでまず前方戦はマタノダッドリー、こちらですねデモブラゼー VS ラロッカ、ホカゲ勢に対してどういうきついお仕置きを与えていくか、ラロッカエレナ・ユン続きます、デモブラゼー VS ラロカ、中足から絶勝、いやきつい、これきついんですよね確か、あーこれ雷撃球されたら何やったらいいんですかエレナ、えな、ないな、やることない、昇竜とか、なるほど空対空とか、最後は投げる、クソこのラロカという男全然優しくない、しょうがなかった、ユンとエレナはしょうがなかったんや、第1ラウンドはラロカパーフェクト、第2ラウンドそれでもまあなんとか勝負したい、スピンサイズ投げて中ピー、おっと止まっただけ、ジェダイピーだが投げが早い、
昇竜中火、あーやはりコパンやったら割れる、タッシュビー、いやー移動がうまい、6割取って、うん漏れた、ゲージがない、ワンチャンあるが、スーパー作業からのゲージ、投げるリバー出ない、セーフ、そっち最後はめくり、というわけで勝ったのはダットリー。そうスピンサイズはあの技や、この笠さんの三宮マジカルカッコ派手なっていうのが最近あんまりやってなさを表しているみたいな感じで、はい、じゃあ復活ブロックです。まずは1戦目、アッセンニー VS ケルナグール、先方ビッグレッド VS ケルタント、エレナ笠ケン VS エレナ、まずは台形台形とくるりくるりと回るエレナ、回るエレナ、回るエレナ、弱台4台形守備止めたがスピニングビートが出ないじゃない、ブレイブダンスが出ない、投げて、さてここからブレイブタイム、大足後方は大ゲー、そしてここでブレイブダンス残って、ゲーダンうまい、出ない、うわうまい、最後逆勝利、逆勝利、第1ラウンド傘、下段は甘いというやつか、まさか大足うまい、投げる、この子もしかしてビッグレッドというのは偽ネームで、もしかしたら有名かん、アメリカ有名のプレイヤーなんではないだろうかとか思っちゃう俺、投げて投げバックジャンプ差し込んだが陣内が出ない、うわーやってしまった、ここはあ赤い赤いビッグレッド勝利、台形ガード、さてここ中足小足から、おっとブロッシャーは取れない、体力リーダー笠昇竜くんリープたまらず、とりあえず EX 打って、ここ台形こういうところ投げる、中段ガード、これはさすがに残って、中足 EX11 すげえビッグレッド、これもしかして西、なんやろ、西海岸最強剣とかじゃないの、投げて、ダイヤシ、投げる、昇竜と、ちょっと荒ぶってしまった、台形が当たって、台形、間に合わない、投げる、中段、中足、リープの硬直に持続が当たる、体力5分、前世、さーてここ、ゲージ溜めながら、体力5分、お互いゲージを溜めながら中足大足押収していく、投げ失敗、ま、端の回るとマレットスマッシュの逆に投げ下も通して、この距離4台形、この距離よーマレットから更新、これはつながっている、さて先方戦は笠がな、まずは黒人のオーラを剥がしていきたい、いきましょう、大将戦は同居だ、俺黒人さんに憧れてたんです、大将戦黒人 VS ステジロダトリとキャラ、いつものピンクが黒人、ノーマルがステジロ、ここで前風呂、経験値の里ばかりに、ダートに対してはジェッパー、台形生え出したが投げてカニ、若いきっちりカニをブロー、ダート投げ込んだがバックスイング出ない、ゲージがない、台形コーク、さてゴブって、おーっと、お前のその安定コーナー読み切っていた、垂直ジャンプ台フィー、第1ラウンド黒人 J 台形早かった、ステージのダートは立ちヒット、投げお互いスカリーから第 P 台形相打ちからの投げ抜ける、第 P の方が上、これバックスイング噛み合った、体力リーダーステージのカニに対してイエクチェッパー、 J 台形早い、投げ抜ける、第 P ガード6台 Pまさしくボクサー、 J 大ゲーから攻めるがちょっと甘いとか、バックスイングから11、さて11だが第3ラウンドウィニングに向けて黒人2ゲージ、ステージのまずは投げて大 P 飛ばす、中継大空大ゲーコークハムダートコーク、このマウントおっと残しただが若い、
敗者復活ブロック。1戦目、アッセンニー VS ケルナグ決定戦。黒人 VS カサ。まずは上から突っかけていく。お前、カブセに対して何かできんのかと。相当きつい戦いを強いられる。早くもスタン。なんかよく見てるローリングサンダーとか選んでるし。第1ラウンド黒人。この間そういえばね、タス動画見ましたね、ダッドリーの。ローリングサンダーの。9ラウンド。ジェダイビー。ブロから着地投げ。ジェダイ K、落ちない。マジかよ。6周 B、押し返していく。が、ブロカリが間に合う。ダートガード。6周 K、投げ抜ける。移動投げ抜ける。周 B 大工。ジェダイ B、うまい。マレット。空中追撃からゲーダン。6周 B、カサがうまいこと言っている。投げやとは詳しいガード大ピー。いやー、ここで仕込んでローリングサンダー21。まずアセニーが勝利。ハイフツリーグは消化試合を行いません。はい、さて行きましょう。ハイフツリーグその2、その1ですね。アッセン1 VS アッセンニー2戦目です。エレナ・エレナ VS ケン・ダッドリー。先方はデモブラゼ VS ビッグレッド。まずは中間距離の差し合い。大 K、大 K を振りますが、大足刺していく。大 K、6大 K。だからこれは差し返せる。大足、うまい。中 B から、ブロ中 B、ブレブロス。投げればね、マウント。様子見から、あーっと、噛み合わせていった。タイミング投げ。大事なのはデモブラゼ、エレナ。第2ラウンド開幕は大 K スカに投げを合わせる。中 P からゲージを稼ぐ。おっと、投げたのはエレナ。リープ虚切りながらブロから投げる。仕込んでやる。ジャクジャク投げ抜け。この中間距離維持していきたいが、さてマウント始まる。ビッグレッド壊し、ああ漏らしちゃった。とりあえずブレイブダンス入れて、まだわからないが、大剣釣っている。ここは壊し投げ抜ける。6周 P 刺さる。大剣止めたがマレット、最後も壊し壊しと刻んで、まずは先方戦剣を撃破して、さて黒人を二人がかり。コックさんだ。さて見ていきましょう。大将戦二人がかりです。ノーヤン VS 黒人、エレナ VS ダントリー。一見するところ相当エレナがきつそうな試合だが、投げて走、中 P 大 P は大 K で解決だが、大 K これが受からない。ハイヤーカニさん、アッパーカット。第一ラウンドは黒人ダッドリー。早い読み合いのタイミング、ペース、テンポ全て早い。さすがに、ね、難しいでしょう。中 P にはさせない。二フレですけどね。6中 B からダート、打撃タグはハイヤー。ローリングサンダーまでタス動画か。先方まずこれで対象戦を制した黒人。同じ土俵では厳しいでしょう。決定戦です。アッセン 1VS アッセン2。デモブラゼ VS 黒人。まずは中間距離スラで揺さぶっていくが、ここ垂直ジャンプの様子見も忘れない黒人。うわ、カニアッパーダートダート、飲まれない。ボタンを押して解決したかったが、最後もダート。第1ラウンドは黒人ダッドリー。第2ラウンドリープ投げる。コパンマウントは取れているが、ブローから、これはブロー、投げたのはダッドリー。大系大会ミス。いやー、噛み合わせていく。仕上げはこう、仕上げはきっちりと。ローリングサンダーまで強い。ニーシー、アッセンに。キャラ衣装が分かんないのかな、このゲームな。痛いですね、これ。いきましょう。10月13日、黒人襲来、ストリートファイター3、サードストライク、2オン2大会。決勝トーナメント1戦目、まずはダッドリー VS 鏡に映った早尾のギガス、ギガス、何、懐かしい、情けないようでたくましくもある。
鏡に映った早尾の気がする。情けないようでたくましくもある。先方、マトロバーサス、ネコロヒ、ね、青っといてそれかい。体力リードは、ネコロヒ、投げて、亀梨、残空からだが、付き合わない。打ちっぱなしが台形に当たる。キャッキ投げ。この独特のリズム。第1ラウンドは、ネコロヒ、ゴーヒ、ピガチ。第2ラウンド。台形。空中ブロ、拒否って、小足から中火、あっと空中ヒット。さてさてと、イクチッパマウント、間に合わせていく。これも安定回避。あー死ぬ、バックスイングで死ぬんだ。これで 1-1。 へー、あれが最大なんですね。さて第3ラウンドは開幕中足、突っかけたところ中足から竜巻取って残空、ガード、中足確認してる。おっと、繋がらない。波動目繋がらず。ここから、残空残空、ゲージを溜めながら猫の日。突っかけていきたい。灼熱、ブロブロ、ゲージが溜まる。どこに行くか、大剣、あっと、出ない。2回お手つき。おっと、高まったところ、これは美味しい。出ない。これ潰した、負け。とりあえず打ちっぱなし。6周 B、竜巻、ここ、キャッキーかわして、大 B、からも、ブロができない。というわけで、先鋒戦制していったのは、ダットリー、マサノダットリー、ここは抑えていきたい。というわけで、大将戦、ユーヤン対決、ラロッカ VS、ワンターレン、中 B、JDIK、突っかかっていく、おっと、EX2 章、使って、ペースはワンターレン、イレッパを潰しながら天心は暴れて解決。大ピー技選択がすごい。すかしたがここもブロー。さあどっち、中段ガード、中段中継、おーっとダメージは警備だわ。リードはロッカー、つながらない。 EX 出なくてブロー、中ピーロイ。さてここ雷撃、あー EX2 勝、2勝は2度出す。第1ラウンドラロッカーユン、第2ラウンド小判から投げ合われラインが返って入れ替える。突っかかっていきたいワンターレン、おー謎にしようから、これは繋がらない。中足下ブロ、すげえかわした。天心 EX、 EX ガード。さてここ裏前ブロー投げ抜け来て中足、はいはいはい、タクは中足止め、投げ投げ、天心取ったのはユン、ガラロー殺しに来た。鉄山ゲージ、いやー安定コーン。というわけで勝ったのはダットリー、すごい。主に見ていきましょう、準決勝第2試合、殺し屋 VS アッセンニー、先方オロヤン VS ビッグレッド大足。開幕ご挨拶は大足、お返しの大 P から大差し返す。このビッグレッドというプレイヤー相当目がいい。だが台形台形当てながら大力リーダーオロヤン。さてここうっ、見えていなかった、モーションはしゃがみ、もちろんお手つき1回放翼戦。中 P 投げ、スカリ移動投げ、大 P ガードしている。そして着中移動投げからの小足。第1ラウンドオロヤンチュンリー、第2ラウンド前ブロ、ご挨拶気候芸に前ブロ。まずはゲージがないんで大 P の前で立ち回る。大 K ゲージができた、中足差し込む、中足怖い、ここは逃しません。中足放力、はい1回移動投げ抜ける、匂いがすごい、きっちり抜けていきます。ここから中足差し返せないか、無理やろ。ダイビーガードする、大足ダイビー確定、ダイビー下がる。さてここ中ピー、中ピー
バイブロー、これは狙っていた、陣内を一発返していった。さてウィークレッド、ダッシュ上げ、中足、中大陣内、ちょっとゲージはもったいないが問題ないでしょう。さてこれで1-1、第3ラウンド、大ピー外足に合わせる、大ゲー、スカリ難しい、この前は難しすぎる、一回回したが問題ないか、大ピー中足が厳しい、ラインがきつい、ジャンプで解決したが、またすぐに画面足 EX 中央へ投げてマウント、 EX 百裂、オレナク抵抗、大力でオレナスをして、中 P 砲翼大大移動だが素直に行きます。まずは先方殺し屋チュンリー、オレナン殺し屋、大将はシマンタ、大将戦シマンタ VS 黒人チュンリー VS タートリー、大 P 強くいく、大 P ここは EX チップ相打ち、ダート、ジャクジャク、大中 P から大足暴れていく、大 P 打点が低い、 J 大 P である低さ、第1ラウンドはダットリー黒人。さて第2ラウンド、島田ゲージがある立ち回りからコパ移動投げ、投げ抜ける、移動投げ投げて、カニワガード、大 K はコパンのみからの、なるほど、 J ジャッケ拒否っている、この中間距離しゃがみ中キックを軸にした両者の地上戦、入れ替えてマウント許しません。6中 P 下がる、中 P リープのみ、しゃが第1番もガード投げ抜けて、だが画面足大 K 持続、きっちり確認して砲翼戦表、大 P のみ、さてここそこは残していいんかと黒人プレッシャーをかける、大 P のみを完着にするか、あー完着にしていく、しゃがみ中盤押したブロー、 1-1 第3アウト、開幕突っかけていくが小判で止めて投げ抜けるから、中 P 時代警告、さて1回目画面足ダートコーク、2発目ダートコーク、ドット投げて終了。いやー、さてここで決定戦、オロヤン VS 黒人決定戦、いやだからこそ1ラウンド目を取ることに意義がある対戦格闘ゲーム、ゲージ管理、まずはターゲットコンボ、オレアが大 K ブロして、中 P から突っかけるがガード、大 P この第1ラウンド大 K から、大 K ブロしている、大 K 大 K ブロ、さて体力5分、ここでゲージが止まる、大 P 見逃しません、しゃがみカウンターからの前歩き、ここはゲージを吐いて、ね、取りに行く、カニガード6中継見逃さない、本当一流ダッドリー使いは6中 P をミスらない、第1ラウンド黒人大 K からのダックコーク、これが4位だが強気、おっとオーラ、黒人オーラ壊し、中 P ガード、オレアが前に出る、大大ここからゲージを溜めながらライン上げるがタイミング、大 K 投げ抜ける、中 P 中足、大 P 投げ、さてマウント、もう1回、まず1回大 K で暴れるが入れ替えただけ、大 K ガード、6中 P 止める、リープウォークガード、カニアガード、大力オーバーコメ、お手つき1回壊しはガード、リープ届かず、中足のみ難しい、だが6中 P ダート、ここからいやー出ない、削りで OK と思ったのもつかの間だった、やはりここはまあ先方固定でいきますね。3位決定戦です。殺し屋 VS 鏡に映った早尾のギガス、情けなく情けないようでたくましくもある、先方オロヤン VS 猫の日、
チュンリーダトリー、JYP、突っかかる、投げて、毒の子のこのリズム、竜巻ガード、第1ピー、波動から、中間距離、おっと、移動投げ、壊し投げ、壊し、第1ピー、100機投げ、壊し壊し、あっと、残空がない、からの、たくらない、第1ピーガード、波動で押し返す、これだよ、打ちっぱなし、うん、難しい、移動投げ、脚裂、相打ち、からこれ、しかし、猫昇竜をさばいていた俺やん。いや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 、別にガードしなくてもブローでもいいし、第1ラウンド俺やん、JYK から、6台 K、スカッている、あるある、投げは届かない、SGGK ですね、投げて、移動投げ、ダイピー、いて、体力リーダー、ゴーキー、だからゲージを貯めて、一瞬でまくっていくよと、俺やん、体勢、ここは、きっちり空中ヒットから、ザンク。投げて大足ロット怖い昇竜猫昇竜6中 P 投げるさて11第3ラウンドここは残空ハードで突っかかって弱弱弱滅殺ゴーハード EXP は切り返して大 K 間に合っていた大大タクはしないあー大 K 対空オロヤンが勝利先場中にとかなくなったワンターベン関西最強ヤンワンターベン行きましょう大将戦シマンとバサスワンターベンここはヤン使いとしての進化が問われるようなカードだがチュンリーバサスヤン打ち切ったでもゲージがないんで休めということか投げ抜ける歩きがうまいあの歩きがね、とにかくワンターレさんうまいですね、ほんまに裏、抜ける読み合いがしっかりしているあーやばかした JYK から EX 転身からの中卓投げ抜けそして速い前歩きブロー、N 投げ第1ラウンドはワンターレヤン4発目出していく JYP 相打ち差し返すこれは対空に出してうまい読み合いがうまいそして小足おっと出ないでももう1回6周系リープ逃げてだが伸ばさないこれはさすがにうますぎるうまいっすよねほんまにいやーな選択肢もちゃんと仕掛けていって熟練の技しかしこの音がそうはいかんのが決定戦オロヤン VS ワンターレチュンリー VS ヤンここは中足中足と揺さぶっていく来撃中で突っかけてここはしかし俺は付き合わない JYP ガードでいいんだろみたいなこっからだが中足カードコパ投げ届かずだが中足から EX 大剣天使に対してはこれ投げの方が勝つんですよね確か来撃中刺さっている見逃さないうめえな壊しこの場合壊しが勝つ投げが通って垂直から N 投げドットだがここは四隅そして来撃来撃とうめえな第1ラウンドワンターレ第2ラウンドさてこっからゲージが溜まってからの立ち回りおっと赤からEX アイホイ下段中ガード天使強く押していく来撃ブロー破断して読み切ったのかいやー最大白虎総称からの灯籠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 山というわけで3位が、鏡に対するはまずは相方に全てを託せ汗に10月13日ストリートファイターズにサードストライク2オン2大会決勝先鋒戦はマタノ VS ビッグレッドダッドリー VS アセニというチームまだ体力5分から第1 P6 大 P 第 P 中足一発差し返す大昇竜
バックはガード、これ読んだがブロ失敗、これが黒人オーラなのか、大慶体力は5分、投げ、あっと休めだが休め、そうして中央信頼、これが見えない黒人オーラか、またの座り直して、ここから大慶、大慶、いやこのビッグレッドという剣が強いんだ、まずまだ強い、第1ラウンダーまだまだ取り、さて第1ラウンドはビッグレッド、第2ラウンドジャック P ブローロット出ないか、下、さてバトル落ち着きたい、体力は5分、体力は5分、中ビダックするが怖いところ、中足送らせやガード、出ない、投げてジャック K から様子見、いろいろね、魂の殴り合いになってきた、ゲージが溜まる、6中、J 中継入れ替えて様子見からジャックジャック投げ、抜ける抜ける抜ける、中継ガード大剣逆飛び投げが通る、ジャクジャクリープ陣内、先方戦を制したのはビッグレッド、あまさかの先方マタノがブレーキでラロッカの肩に重い荷がのしかかったか、大将ラロッカ VS 黒人、まずは J 大ピースから投げ人を送った選択肢、中足を差し返す EX ジェッパー、ダートガードを読んでいる、ダートが大ピンに大気を差し込め、ここは当たっていないんできっちり現役陣まで体力並ぶでしょう、ここまで半分、鉄腕からのもう一回下段ガード仕込んでいるが、ここで転身遅かった、鉄腕ガード体力はわずかにダトリーよりか、プレッシャーをかける黒人、ラロッカゲージを食べる、うますぎる、大大激襲の外の間合いを完璧に把握、大 K からのコーク、第1ラウンド黒人、大ゲーあれすっかり見てから押してるわけないんでね、大大激の間合いを知っている、ここは打撃だが押した裏ジッパー釣って、さてここ前ブロー、だが投げ丸勝ったな黒人、というわけで優勝はアッセンチーム、アッセン2となります、おめでとうございます。